第120回オールカマートーナメント西田選手と藤原選手の戦いの模様をお送りいたします会場は幸い町のビリヤードヤングです選手の紹介です西田大成選手クラスは B 所属はビリヤードヤングです対するのは、えー、藤原選手クラスは B、えー、所属は自由空間階田です ルールの説明です競技種目はナインボール手玉をついて1番から9番までのボールを順番にポケットに入れ最終的に9番ボールを落とした方がワンセットを獲得となります実況解説は私後藤義明と大竹秀樹さんです大竹さんよろしくお願いしますよろししくお願いしますさあ第一ゲームブレイクは石田選手ですさあこの石田選手はもうじゅう常連の 選手ですね B クラスで、えー、性格もきっちりとしてそうですね、はい、このプレーにも現れるという、えー。対するのは藤原選手、こちらも B クラスということでこの番組に初登場になるんですかね、B 級で大会にも何度も出ている選手ですがこの B 級同士の対決、小竹さん、どうですかね。 そうですね石田選手はですねこの番組に何度も出ていただいてるんですけどほとんど勝った試合がね放送されていないうんなご本業の水道業、えーね、水道関係のお仕事とか、えー、これもなんかうまくいかなくなっていきますしビリヤードが、ね、負けてしまうと、ね、あんな球も入れない人に水道管が直せるのかと <laughs> 直せますよ言われちゃう。 と思うかもしれない。言われちゃってると僕は思うんですよ。で、学校ではね、お子さんたちがね、お前のお父さん弱えなと。入れが弱えよって。言われてないです。言われてると思うんですよ。それもね、考えて。しまうとね、やっぱり今回はね。ぜひとも。なみならぬ思いで、この試合に臨んでると思いますよ。まあ、両選手、カメラが回ってることは。もう、気づいてますから。もちろん。はい。ここで勝利をあげたいという。まあ、思いが。強いのが、この石田選手。ではい。 はい、藤原選手はどうですか藤原選手はね、あのーはい、この番組は初めてなんですけども、えー、まあ試合にはよく、はい、え来ていただいています、広島の選手ですね。クラスで、えー、プレイスタイルというかこの違い藤原選手はどちらかというとこう慎重にしっかり狙いを定めるまでつかないという、うんうん、結構スローな。 なるほどスローペースな選手ですね、はい、対するこの石田選手は割と早い方なんですかね,そうですねまあうーノーマルな感じで、はい、さあ8番決めてこのポジションどうやらこのセットは石田選手が取りそうです うん、決めましたい西田選手ここで1セットを手しましたさあえー、第2ゲームこちらもブレイクはどうでしょうかうんーちょっとこの4番が邪魔なんですかね通ってますでしょうか 少し気になるところ。下をついて。入れてきました。うまいですね。はい。2ね、二番、三番、四番。これはでも。取り切っちゃうんじゃないですか。どうですか。うんありえますね。り切りもありえますけどね。うん。 難しくしましたね。六番に近づけすぎちゃいましたね。ちょっとこう突きづらいですね。近くに六番。この六番を避けて。これは難しいでつかなければいけない。なるほど。ここでどこがね、もったいないですね。さあ、変わって藤原選手です。 この距離、この角度、どうでしょう。うーん外れました入っててもちょっと渋かったかな、<はい S 2> これじゃって感じですね。いやほんと石田選手は この番組で勝ってないですからね勝ってないですね勝ってるんですけどね勝ってますね割といい成績ですよね割とコンスタントにね勝利は重ねてるんですけどね勝ち残っていってるんですけれどもやっぱ背負ってるものがね地元でね子供さん人いますからねもうプレッシャーがあるんですよに ここぞというところで考えてしまうところがあるんでしょうかね。一方、藤原選手は地元では流れませんからそうですね気楽なもんですよね。そのあたりの心理が働いてくるかもしれません藤原選手はですね今回、この試合のあとしばらく参加できなくなるんですね。 うんうん。というのがその、しあの、単身赴任で。あ、そうなんですね。はい、フィリピン。あ、フィリピン。はい。この後行かれるそうですよ。そうですか。でもフィリピンといえば、ね、ビリヤードも。まあ、強、強国ですね。強豪国。はい。強者だらけ。強者だらけですよ。お店なんか行っても、あれですか。上手い人が多いんですか。かそうですね。僕はあの、何度か、ね、フィリピンの方には。はい。世界選手権の。 予選に出たことがありまして、何回かな。わあ、なんかあれですね。排泄したらしい。ちょっと今のもう一回下り行こうよ。もう一回行こうか。フィリピンはどうでしょう。お店に入っても。あ、そうですね。まあ、僕が世界選手権に出た時なんかは。世界選手権。はい。世界選手権。あの、世界選手権にね、出た時なんかね、やっぱりそのお店何度か行きましたけどね。やっぱり。そうですか。すごい活気ですよ。あ、そうですか、やっぱり日本の。そのビリヤード場とか。 ちょっと,と違いますね,ますね。イメージ的にはちょっとこうなんでしょう、怖い雰囲気がありますよね。そういうものはないんです？まあ世界選手権で僕がフィリピン行った時はですね、<笑><笑>やっぱりもうみんなやっぱ掛け玉、うん、け玉お金をかけて、ね、な勝負するんですね。じゃあある程度それをもう覚悟してるというか、分かった上で行って、まあ。 力試しじゃないです。そう向こうの人はねやっぱそれ生活かかってますからね。はいはい,はいはい。ハングリーですよね。はいはい。はいはい、なるほどですね。 そういうところでつくのかどうかありますけれども藤原さん大変な思いをすると思いますよ。行けば行けばもうねみんながね「マニ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 藤原、マニ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 ママニマニプリーズ」って言ってくれるんですよ僕もそうでしたからねいかに日本のビリヤード場っていうのがね健全で健全ですよ遊びやすいところかっていう。 ことかもしれませんねはいしかしこの藤原選手ももしフィリピンってそういうところに通い詰めてですね、うん、一川も二川も向けて帰ってくることもあるかもしれませんよねんそれはあるかもしれないですねものすごいことになってもしくは殺されちゃうかもしれないですよね、うん、<laughs> いやいやいや話がね話があれですよ <laughs> フィリピンでね、はい、そのタクシーに乗った時ですね、うん、一人はいはい あの夜ねあー難しい怖い怖ですよ一人で乗るなって言われてたんですけどあのー一緒にいた某プロたちが「大丈夫大丈夫おたけ大丈夫だからホテルまでこれで帰れ」とか言われちゃって置いてかれちゃってわ恐ろしい歩いて帰るわけにいかないんで結局ねタクシーで帰ったわけですけど最初は陽気に話してたんですよそしたら途中が急に運転手静かになっちゃって運転手さんが。はい

別人もう別人目が別人どういういことです目が見たねあんたみたいな気づいた<う>お前気づいた昔話でありそうなマジやばかったですよ昔話の山ンバみたいな話ですよそれそうですよそれで車がねどん,どん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 街中から離れてね高速道路乗ろうとしてるんですよ怖いですねええー、これは殺されると、えー、思って僕はその場で降りて降りてうん 言っても高速の入り口なんでどうやってホテルに向かうかと <laughs> ま,たまたタクシーを捕まえないタクシーはもう乗れないんで、えー、ジップニーっていうねフィリピンの乗り物があるんですよ、えー、乗り合い車みたいなやつがはい、はい、それも観光客は一人で乗るなって言われたんですけど、うん、それに飛び乗って帰りましたけどね、はい、<laughs> そうですか、うん、あのまま乗ってたらもしかしたらここでね もうこんな話できてないかもしれない。海外は危険だって言うけどね。海外は危険ですよね。あの、ちゃんと分かってね。けど大丈夫だよっていう人もいるじゃないですか。あれ運がいいだけですから。そうですね。うん、よくね、いろいろ問題にもなってますからね。危険なところにはいかない。そう。危険なことはしない。そう。タクシーですね。一人乗っちゃダメですフィリピン。怖いですね。怖いですよ。 でしたっけということで石田選手あ 2>, 2セット取りました 1>, <ー>、はい、1対 2B、えー、級同士なので4ポイント4セット獲得した方が勝利ということで1対2の勝負まあそうですね海外も怖いですけど日本も怖いですからね、うん、知ってますか富田、うん、林の。 脱走した人があ山口で逮捕され,捕されたあいつあいつただもんじゃないですよ,すごいですよだって日本横断中っていう形で自転車乗って <laughs> 写真なんか出ちゃってね,ね<え>、うん、いや大したもんですよあいつは相当ね、うん、飛び抜けた飛び抜けてるな発想で捜査もねここまでね楽しんでると、ね、翻弄してたんでしょうねそういうね、うん、ことも日本でもありますからね あと今のな、うん、キスショットっていうんですか今のリプレイですね。これキスショットですね。ちょーんとやって8番を2番に当ててちょーんとキスして8番を入れ込む。どんな風にキスした感じなんですか。<laughs> でも軽くフレンチですよ。フレンチでちょっとまあごご挨拶程度ですよね。あ<ー>はい、あ。そのあれですよ恋人にするやつじゃないですよ。<laughs> はいはい、キスショットっていうのは。キスショットね。はい。はい。はい。 キスショットとキャノンショットの違いがもう分からなくなったんですね難しいですよね後藤さん分かるキャノンはですねああまた調べときますねえんかよく分かんなくなっちゃってはいありますね見事なキスショットですねおそらくねジェントルマンですねきっとだからこそできるんだと思いますね あんま下心とかある人だと後藤ちゃんじゃ無理ですね僕じゃ無理ですね <laughs> ちょっとフレンチにビ <laughs> <laughs> ーバーな感じに何を言わすんですか <laughs> そんなことはないです、はい、ジェントルマンですからまあねビリヤードはジェントルメンの見てくださいこんな姿勢僕できないですからね <laughs> まあお腹が邪魔肉が邪魔でね、はい、かっこいいですよねこうビリヤードの,この構えっていうのはそうですねう ラッキーでしたねちょっとこう思いとは違うふうにポケットに入ったのかもしれませんがこれで9番沈めて同点です面白くなってきましたちょっと第5ゲーム 藤藤原原さんのの選手のブレイク、まあ、フィリピンに行く前にね勝利して行きたいところですよね。ねうん、日本ででのの最後の試合だと思うんですねこれに勝ってしまうとね勝ったまんま石田選手に勝ったまんまいけるわけですからね,ね,ねえ石田選手はずっとこう負けたって思いながらい行かなきゃいけないわけですからす負けてしまうと逆に勝った方は戻ってくるまであいつには勝ったよ。 そうですね、<laughs> 形を継続できるという、この試合ですやっぱフィリピン行く前に、カットきたいですね、本当、ね、レベル高いですからねあの、ちっちゃい子供が強いんですよ、あそうで本当。 <laughs> ちょっと遊んであげる僕っていう感じじゃな例えば中学生ぐらいの子がバキバキなんですよ。なるほどですね。よくねあの大会なんか大きな大会でねあの海外選手のやつあったりもしますけど、うん、やっぱ強いですよね。強いですね。うん、ブスタマンて <laughs> よく知ってますね。覚えたんですね。ブスタマンテ。はい あの強そうじゃないですか僕はブスタマンテともねフィリピン行った時やりましたけどねあそうですかブスあのブスタマンテとあのブスタマンテとやりましたけどね,けどね大竹英樹がうん一戦交えたんですかうんもうダメねブスタマンテっていう名前にね、えー、やっぱりこう、えー、ビビっちゃうあっとこれはファールさあ手玉を自由に動かせます4番ボール4番ついて5番に持っていかなければいけません 手前のオレンジボールが5番ああ<ー>うん隠れてしまったさあこれクッションに当てて5番に当てれるかどうかこれも難しいですねさあここでフリーボールを藤原さんに渡してしまいます藤原選手5番ついて6番と。 うんこれはもう見えてる感じがしますねもう7すかねあっ違いますよ違いますね一つずつ、うん、これでもちょっと難しいんじゃないですか僕だったら用意連ですねこれまあこれはいけると思いますけどねはい5四、うん、ね全然入らないんですよねうまいうんさすがこれは先にリーチをかけますね、うん このリーチは大きそうですねこの試合展開の中でああコーナーなんだんサイドに出したかったですねはいこれワンチャン穴がこありますよ画面手前のこれワンチャン穴がこありますよコーナーがこがこっとうんワンチャンありますよあ<ー>大丈夫でしたね素晴らしいこれで三ポイントです さあ、第6ゲーム、えー、石田選手2セット、藤原選手3セットと、藤原選手リーチをかけました、うーん追い込まれたのは石田選手そうですね、子供が心配そうな顔で、多分見てるでしょうね、<laughs> パパ頑張ってる、お父さん、出ないでって、もう、そんなんだったら出ないで<ー> <laughs> あっと、これが入らない、しかし、これは、うん、まあ、あジャンプショット。 2番を飛び越えますピョンと飛び越えてうんない、うん、スショットあのジャンプショットで僕は勘違いしてたんですけれども球、はい、の下を打って最初はすくうもんだと思てはいてはてい、はい、あれ全然違いますね どちらかというと、上。そうですね、上側からついて。えー、えーと、まじ、らしゃっていうかね。はい、下の。下のね、あのー、ここでいうグリーンのマット。うん、グリーンのとの、この。はい、あれでね。反発で,で、ね。反発で。こう。下に向かって圧力をかけてるので。下には。いけないので。そう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 。ぴょんとその力が。上の方に、こう、は、跳ね返って。 上に飛ばすんですねこれをねやっぱ知らなかったですね、うん、ちょっと遊びで学生時代にやってる頃なんてねはい、はい、ちょっと飛び越えるからって言って下なんてついてやっぱりね最初は皆さんね下ついちゃって、うん、ラッに傷つけちゃったりするんでね、えーうん まあ、ヤングでもね最近高校生がよく、ねはいうん、来てくれますけどまあ下ついてぴょんぴょんぴょんやってるから <laughs> もうその都度本当どうなるかもうビクビクしながらもう <laughs> ビクビクですよこっちは <laughs> 見てるというところですねはいですからねあのぜひねあのヤングに行ったらジャンプショットやらしてと。<laughs> <laughs> 最近ね、ラシャーをちょっと新しくしたんで、ちょっとナーバスなんですよ。なるほど、そのあたりね。東高のねあの野球部がね、もうめっちゃ下着く今ね、今ね、ちょっとね。あ前ふざけんなよ、おこの野郎って言ってね。ラシャーに傷がつくと。お前本当この野郎って。まあね、練習してからね、できるようになってから、ぜひね、やってもらえると思いますけれど。まずはね、あの正確に打ったりね、ついたりね。 穴に入れたりっていうところからね始めていってというそれからの技術ですねまあその高校生たちもね、うん、なんかうまくなってきちゃって最近あそうですか、うん、やっぱり運動神経っていいんですね大事なんですねさあぐーっと姿勢を低くして乗り上げてのショットこれはもう石田選手はね取り切らないとまずいですよねまずいですよ、はい こういうところでボン噌をしないで入れていかなければまた煮え汁を飲んでしまう、うん、言われますからねはいさあ7番7番入れてナインボールナイスショット大丈夫ですよね、はい、大丈夫です石田選手にとってはもう 間違いないでしょう。はい、決めました。三対三、うん。いいですね。同点。面白いですね。はい、最終決戦ですね。はい、さあ、第七ゲーム。これで。勝った方が勝利ということになります。 3対3ブレイクをついた石田大成選手が続けていきますがここで交代。うん、今の下手なショットしましたね。甘いボールを渡、ね、してしまいました。う アクッションに当ててこのポジションもう一つのプレーで勝敗が分かれてしまいそうなおーっとここでスクラッチ、うん、これはやっぱり今同点上なんで怖いなーとは思ったんですけどね、うん、はい、うん、そのまんま入ってしまいましたね,ねさあこれでチャンスなのは石田選手ですね3人の トラウマからいよいよ脱却するときは来たかもしれない <laughs> 来たかもしれない、うん、ウィーニングランウィーニンングランなのでしょうか、うん、はたまたまた違う道を3人の子供たちのため愛する妻のため見守ってくれる顧客のため設備石田石田大成 <laughs> <laughs> ところどころにね CM が入ってきますけれども <laughs> 勝利へのあと4球です数ある4球ですね、うん、さあ慎重にいきたいところ水漏れはないか確認しますこちらはなさそうです <laughs> <laughs> しかしまだ確認は続きますよボルトはこれでいいのか いろいろ確認が必要です。ああ<ー>。そう。壊れたー。パイプが違ったのか。<laughs> 水漏れですね。<laughs> パイプを間違えてしまいました。ダメだね。<laughs> 確認したら、どう。やっぱり、<laughs> ぱりちょっと不安な部分があったんですね。 <laughs> 前石田は <laughs> まあね関係はないんですけれどもね背負ってる、ね、背負ってますよ意味でね、うん、はい<ー>これを逆に相手ボールにしてしまいましたがどうだ弱いか入るうまいぞあうんさすがですねこの辺り7番に持ってきたここのポジションに まずいですね、これ以上の客離れはね、避けたいとこなんですけどね、客 <laughs> 離れしてるかどうかまあ、定かではないですけれども、まあ、勝ってね、そうですうん胸張ってね、やっぱり水道管ね、直してもらいたいですから、おっと、きましたよ、<laughs> さあ、ここでまた発注がきました。 発注がきました。うん、なんとしてでも、この水漏れは止めなければいけない。石田選手。うん、工程を確認しています。まずはまずは点検ですね。うん、<laughs> 水漏れ箇所。<laughs> ここがそうかと、うん。水漏れ箇所は分かりました。あとは対処法です。 何を使うのかゴムパッキンが必要ですよ <laughs> 入るかなるかうん,うんうまくゴムかパッキンを交換しました、うん、あとはもう。もう大丈夫ですかボルトを締めるだけですプシュないですかはい、あとボルトをしっかり締めるだけですから うん、おお正確ですこの辺りさあこれ久しぶりのてか勝利じゃないですかこれはゲームボールですこれ入れたらもうあとはご挨拶だけですから、うん、ご挨拶だけですね、はい、作業完了しましたと、うん、はいさあご挨拶できるでしょうか設備石田決めました、うん、作業完了です <laughs> おめでとうございます <laughs> 水森修理完了しました。いいですね。いい笑顔ですね。<laughs> おめでとうございます。石、うん、田大成選手、勝利です。いい試合でした。いい作業でしたね。はい。うん、さあゲームを振り返ります。B 級同士の対戦でした。はい 尾崎さんいかがでしたか？まあね、藤原さんはちょっと残念でしたけどね。はい、是非、まあ、ですね。新天地フィリピンでオ、はい、ミ,ミックションされていただければと思います。<laughs> あの、昼昼昼3対3の戦いということで、でね、ちょっと見応えがありましたね。そうですねやはりこの b 級同士最後の最後ね。お互いにちょっとミスだったりとかありました。けれども。 はい。まあね石田選手はね久しぶりにいい仕事したんじゃないですか。久しぶりにいい仕事したという。一回プシュートなっちゃいましたけどね。一回プシュートねなってねもう発注来ないんじゃないっていうところまでね話が及びました。これでねまた明日から。明日からバリバリ働き。新規のお客さんのね受注がどんどん来ますよ。顧客満足度。顧客満足度。はい。ナンバーワン。ナンバーワン。素晴らしい。石田。 高いでしたこれも決めて決めますはい完了作業完了ありがとうございましたということですね <laughs> はいおめでとうございますおめでとうございますさあビリヤードヤングからお知らせです、えー、営業時間が、えー、お昼の14時2時から深夜2時まで年中無休ということで、えー、営業していますビリヤードヤングもしよかったら皆さんもどうぞもたさんはい 10月に入りまして入りましたね気になるところはやはりですねはい私、映画「高津川」やっぱりねこの高津川っていうのはね響きもいいですからねそうですね高津川増田川じゃだめなんですね増田川ではなかなかね難しいのかもしれません一級河川ということでキャストはジョニーデップしですよジョニーデップジョニーデップいいですね高津川高津川 私のふるさと高津川 <laughs>、うん、っていうのね、うん、<laughs> どういうものになるか今から想像がつけられてもう期待できますねジョニー・デップ主演映画「高津川」高ご期待,できます期待ただ僕地元の人が割といい役についていい、うん、らしいですね行く、うんじゃないんですいや何人かもうオーディション勝ったっていう人もいますもんじゃないかな、うん 思いますよ。各いうね、僕と後藤んもね、来年頃予定しますけどね、ちょっとショートフィルムを作ろうかと。増田川。増田川。増田川なのか。何なのかね、作ろうという。その時はね、ぜひね、あの、皆さんでね、エキストラの募集しますので。はい。来ていただければ。来ていただければ。ぜひね。ぜひね。面白いものを作りますよ。はい。で、ぜひね、よろしくお願いします。